どうも、ニューヨークです。お願いします。はい。さあ、ということで今回はですね、最近新しく我々ニューヨークのマネージャーになってくれた、はい。藤川君に来ていただきました。ありがとうございます。藤川マネージャー。藤川マネージャー。今おいくつですか？今24です。24のピチピチの、フレッシュです。フレッシュな社員さんが。3年目。はい。うん、だよね。はい。吉本。はい。ね、一見これも藤川君可愛らしい、青年なんですけども、実は、はい、レスリング、世界大会ないでしたっけ？3位が最高、世界3位のパパじゃないマネージャーが男なんですよ。そういう人がたまにいるんだよね、吉本はね。おるおるおる。たまにそのスポーツ AV 枠みたいなんで入ってくる社員さんの中でも、特にすごいレスリング世界3位の藤川君が、藤川マネージャー、最近僕たちマネージャーになってくれたんですけども、うん、レスリングとか柔道やってる人って特徴あるじゃないですか、はいはいはい、まあ、ムチムチとかガタイとかもあるんですけど、一番の特徴って耳ぐちゃぐちゃでしょ。いや、いい、まあ、ね、あれがかっこよかったりもするんですけどね。すごいんだよね。その一見普通のやつなのに耳だけもパンパンみたいな。まあ、それ見たらもう一撃で分かるもん、ね。男は一撃で分かるから。あ、もう柔道レカレーションガッツリやってたんだな。ヒョロヒョロで弱そうでも耳がそうなっとるんだけど、あ、これいつはもうダメだってなるから。そうそうそうね、うん、今回はそういう餃子なんていうんですか、ああいう。だから藤川くん もう完全に完全にそういう耳をしてる。ちょっともうこれはもう男の強い男の象徴みたいな耳ですよ。勲章だよね、これはね。こっちも反対もすごい。こんな構造になって、すごいわ。俺も今ちゃんと見るの、こうやってまじまじと見ると初めて。ブルートゥースイヤホンつけてるみたいな、そもうこれ なんでこれできるんですか。結局血が溜まって、血の塊なんですか。血の塊で。え、触っていいですか。はい。いい。はい。これ血？硬、はい。めちゃめちゃ硬い。もうめちゃめちゃ固まってるってこと？はい。痛くはないですか？あ、最初痛くて、最初柔らかいんですけど、プニプニ。プニプニ。血がこう。それが固まってこうなります。え、血プニプニになった時期はいつですか？高校生とか、最初、一番最初は中学生。何歳から始めてるんですか？3歳から。うわ、エリートやな。中学ぐらいで柔らかいのになって、はい、今みたいにカチカチになったのいつぐらいですか？いやー、まあ高校とかにはもうカチカチでした。はい、あ、じゃあ高校の時からその、はい、それ途中でだから血とか抜いてもどうにもならないもんな。抜いてすぐまたできるんだ。抜いてもまた やるのでまた潰れちゃう。あ、じゃあこれしょうがないんですね。あ、すごい。でね、本題はこっからなんですよ、うん、こう耳こう潰れてる方ってどうやって耳掃除するんやろうなっていう。確かにそれは俺もちょっと気になってた。これ全員気になってたと思うんですけど、うん、そもそも綿棒とか耳かき入るんかなっていうのがありますね。イヤホンつけらんないとか言ってたもんね、うん、ネルソンズの青山さん。青山さんはだからなんつうの、耳に完全に密着するタイプのイヤホンがじゃないとつけられへんみたいな。うん、ちょっとイヤホン藤川さんは。あ、確かに僕も硬いタイプ。俺のイヤホンあるけど、これだとダメ。あ、そうね。あ、これね。いわゆるこの。こっちは走ってたりとかちょっと動いたりすると。あ、でもつけれるの。つけて大丈夫ですか。すいません。つけてない。つけてないよ。全然つけてない。全然つけてない。ギリギリよこれ。ちょっと動いたら落ちるよこれ。違うよ、時間くんそれ。つけて。もう。動いたら落ちるって、もうちょっと動いたら落ちるって。落ちた落ちた、すぐ落ちた。聞けない方がこっち向いてるもん。こう。あ、そうなの。こっちはちなみに、こっちはよく使ってます。え、ちょっとやって。本当にこれはよく使ってて、そのゴムの部分取ってんじゃん。違う、これこっちがいいかな。うん、全然つけちゃって。これはもうめちゃくちゃ密封。むしろこっちもつけて、今も見たい。こっちは大丈夫です。いや、違うのよ、はい、本来のつけ方だと。本来ここが本来ここがこうな、こここうするのよ。本来はこれ。そうそう、スマサの耳でやって。入ってるわ、お前で見ると。ここにフィットするのが本来なのよ。うん、すごい入ってる。うん、これ、ここにピタッとはまるからいいの。もう一回つけないよ。いや、まだ見た。
こっちこっちこっちね、こっちおもろいわ、ね、こうなの、こう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 、はい、こうですよ、こんちょっと、ちょっと取れちゃいました、そのあ、ごめん、ね、これ壊れちゃってんだよ、ごめんなさい。あ、これをだから、もうオリジナル、自分がつけるというもう下からいってるもんね、逆からいってるもんね、うん、あ、そうするしかないんだ。さっきと一緒、あ、逆にこうやって支えてんだ、ここが、ここをそう、そうですね、ね、わあ、多分こっちと一緒かなと思って。エアポッツなんてこれ結構これすごく憧れてて、かっこいいもんね、今ね、みんなエアポッツけなくす、なくすすぐなくす、すぐなくすよ、そんなすぐなくすってわかんな、それはあかんわ、違うか、気が気じゃねえよ、無理よ、それ、歩けないよ、おいちょこいって乗っけてるだけやもんね。はぁ、なるほど、大変、でもこれはもう努力の結晶というか強い男の象徴やからね、うん、男はちょっと憧れるからね、耳こう潰れてる方っていうのは。そうね、普段耳掃除どういう風に？いや、普通に綿棒で。あ、綿棒で、え、耳かきは？耳かきも使う、普通に。二人にじゃあ掃除してもらうっていうのは大丈夫ですか？あ、全然、はい、ちょっと汚いかもしれない。いやいや、全然いいですよ、耳かき好きやから、はい、逆にそう、どういう風に見えるのかも気になるしね、うんうんうん、こう掃除しようと思った時に。あ、ええやん、ちゃんとしてるわ、うん、これじゃあちょっとどうします？膝枕、膝枕、はい、じゃあいいっすか、ちょっと藤川君、はい、俺の、うん、どうぞ。どういう風に見えるんだろう、穴がやっぱちっちゃいもんね。あ、でも、あ、全然普通っすわ、こっからこう見ると、ほら、あー、見えるね、綺麗な耳してますわこ、ここが、ここがそこね、溜まってるだけで、ここが溜まってそうじゃん、ここがここめちゃくちゃ溜まってそうよ、そこダメですねここ結構臭いで、でもないよ。そうだよね、普通の人の耳はそこ、こういう風になってないもんね。こわ、ここがもう線みたいになってるんかなと思ってる。ここ全然、その今その問題のとこあるじゃないですか、そのここ、うん、そこに綿棒って入ります？ギュッと押し込めば。確かに、はい、多分入りはしますよ、うん、ちょっと入ってさ、そこすごい奥に溜まってそうじゃない？いや、ここそんな深さないねん。あ、そうなの。ほら、あ、なるほどね。ほら、めっちゃ綺麗、綺麗だ、全然汚くない。ちょっと書いてもらっていいですか？なんでやねんいや、臭いって藤川君言ってたから、うん、確かめたいだけ。あ、臭い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 臭くなっちゃうんだ。臭いです、臭いです、ちゃんと臭いです、はい、ちゃんとなんか全然大丈夫だよ、全然大丈夫だよ。これはでも、そのうわっとかじゃないです、うん、ちゃんと人間が生きてる匂いがしますね、うんうん、耳の問題じゃん、耳の問題じゃないです。でもこれどうします？耳かきはできますか？全然できますよ。あ、じゃあ問題ないのかな。こう、せっかくだし耳掃除普通にしちゃう。いや、綺麗な耳してますわ。むしろライト照らしたら分かるんですよ、これ。確かにライト照らしてね。ほら、いきますよ、はい、ほら、めちゃくちゃ綺麗、めちゃくちゃ綺麗、撮れます？俺の肉眼ではめっちゃ見える。あ、綺麗だな、めっちゃ綺麗、ないもん、耳くそ綺麗、めちゃくちゃ綺麗、藤川めちゃくちゃこれやってきたな、綺麗にしよう。藤川今日髪の毛もなんかちょっと綺麗にしてきたな。じゃあそれはさ、うん、めちゃくちゃ綺麗、掃除するまでもない。また反対形違うからね、うん、ちょっと反対やりましょうか。反対じゃあ俺がやりますか、うん、全然また形がまた違うね、形が違うもん、全然見てください、これ形が違う、すごいな、これこれはすごいわ。こっちやっぱこういう、そこね、じゃあちょっとそこも、うわあ、出た出た、すごいでっかいの、ちょっとこの溝、あ、じゃあそれちょっと屋敷、なんでやねん、ちょっと描いてみて、さっきの比較すごい綺麗に撮れた、溝の中にあった、島さん比較できないから、ちょっと屋敷、うん、これはちょっと分かりづらいこれはちょっと清潔だから、ちょっとこれいやいやいや、あるけど、それティッシュあるじゃん。じゃあちょっと綿棒も行ってみましょうか、せっかくだから、そんなのあったんだったら。こっちはあったね、こっちあったね。ちょっとこれもう一回こっち行ってくる、うん、行くよ。痛くない？これあ、大丈夫です。もう感覚とかないんだ、硬くて。ちょっと匂い行く？ちょっと汚ってんね、ちょっと
くさ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 くでも、あの人間の匂いする俺もこういう匂いするときある、うん、耳がじゃあちょっと、もうちょっと前にこっちの方がね、あのやっぱちっちゃいですね、穴が、うん、全然開あないわ、綺麗。あ、でも綺麗、めちゃくちゃ綺麗、めちゃ綺麗よ、うん、黒い真空状態みたいな。でも相当ここを引っ張らないと、うん、見えないね、やっぱここをギュッと引っ張らない、痛くないこれは。はい。あ、でもちょっと大変だ、確かに。でも綺麗綺麗綺麗、もう全然綺麗、うん、綺麗。意外と問題なかったですね。うん、耳かきなんかより全然イヤホン問題の方が重要重大ですもんね。これだからそういうイヤホンを開発してほしいよね。そうですね、ちっちゃいイヤホンだから ここにかけるみたいなやつが出た時はもう革命やと思ったっつってたよ、青山さん。こう、あ、ここにかけてこうするやつが出た時はね、あとはもうこのでっかいのしかない。そうそうそう、ヘッドホンしかないっつって、うん、うん、いやありがとうございます。すごい、なんかこう疑問が一つ解決、解けたというか、うんうん、まあ、じゃあ終わりますそうっすね、うんうん、そうっすね、興味深い動画は撮れました、はい、ということで、我々ニューヨークの敏腕マネージャー藤川くんでした。藤川くんと我々ニューヨークともどもよろしくお願いいたします。